これうちの地元になかったんですけどね、駄菓子でこんなん昔からありました。はい、お疲れ様でございます。今回はね、ちょっと焼肉バーガー、これちょっと作っていきたいなと、そういうふうに思います。バンズがなかったんでね、バターロール使うんですけど、まずこの牛肉ですね、これスーパーで買ってきたやつで、そしてこれ卵1個、そしてこれが玉ねぎ、新玉ねぎで、キャベツ、レタスでも大丈夫ですね。今回は刻みキャベツでいきましょうか。レタス買ってきてなかったんでね。それではまず最初にキャベツをカットしていきましょうか。あれ、なんかこのシーン見たことあるな。再放送かもしれへん。再放送。スライサーを使ってこう切っていくんですけど、最後にこの自分の指が入ってないかどうか、これを確認します。大丈夫でした。指入ってませんでしたね。自分の指は入ってませんでした。あとパンを半分に切っておきましょうか。あ、これこの包丁ね、ちなみに100均のやつですよ。この真ん中ぐらいを、あ、引っかかってる。ん、ちょっと上すぎたかな。上すぎたわ。これまあいいでしょう。次に玉ねぎをカットしましょうか。これはね、あのブンブンチョッパー使わないんですよ。あ、包丁切れんようになってる。これはあかんな。一回包丁とがんとあかんな。うわ、全然切れへん。どういうことや。うわ、全然切れん。ちょっと大きめにしときましょうか。うわ、全然切れん。なんてことや。次回はちょっと包丁研ぎが登場するかもしれません。はい、4分の1ぐらい使いましょう。この玉ねぎをフライパンで炒めます。玉ねぎが飴色になるまで炒めたら、一回これを皿に移します。これ後で かけるやつですね。次に肉を焼いていきましょうか。油をちょっと引いて、通しすぎるとね、赤身になるんで、軽くですね、ちょっとミディアムにいきましょうか。かけたら一回この皿に移して、そしてね、サラダじゃないですね、まずこの青じそドレッシング、これをねちょっとキャベツに絡まします。軽くですよ。最後のあの焼肉のタレで味付けするんで、これをちょっとだけ混ぜます。はい、これをパンにのせます。はい、そしてこの上にですね、先ほど焼いたこの焼肉、
これを2枚乗せましょうか。うわ、これ挟みきれんな。はい、そしてここに玉ねぎですね。ここに焼肉のタレをかけます。あ、かけすぎか。そしてね、こちら100均のポーチドエッグを作るやつなんですけど、1個だけね卵乗せましょうか。あ、これ挟めんな。あ、なんか UFO みたいになってるで。はい、そして片方だけ挟みましょうか。これをこう挟んで、あとポテトですね。はい、ポテトはヘルシオで揚げたやつをここに乗せます。ポテト作る。ああ、もったいない、もったいない、こぼれたこぼれた。はい、最後にこの王将の魔法の粉、これをポテトにかけましょうか。これで完成ですね。砂糖取っときます。これサムネにしましょうか。あ、なんか変なところに玉ねぎ乗ってる。じゃあ最後試食していきましょうか。やっぱ王将の魔法の粉が美味しいんですけど、ちょっとね山椒が効きすぎてるんですけど、そしてこの油を使わずにカラッと揚げてるあたり、ヘルシーですね。はい、そしてこれ焼肉のタレが手について。いや、しかしそんな関係ない。関係ないで。あ、おお、おお、おお。焼肉のタレで食べたら、肉美味しいですよね。これをゆっくり食べていきましょうか。そう、美味しいですよ。マクドとかもね、焼肉バーガーとか始めたらいいんですけどね。これはありやと思うんですが。ただパンじゃなくてもいいかもしれないです。ライスバーガーとかの方が。関係ないんですけど、深夜の3時前なんですよ。深夜の3時前にこんなん食べて、いや、しかしそんな関係ない。関係ない。明日会社やけど、もう関係ないよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このこっくりさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。